帰ってきたんやって。仕事食べに来たってばよ。よかったよかった。クソゴリラか。よし。あと、なんだ、この声は、お、なんだ、おいおいおい、やるか、おい、こら、おい、こら、払ったぞ。おい、こら、おい。おい、いい逃げか、お前。なんだ？おい、バンダーマン、お前。おい、どこ行くんだ、おい。え？追っかけてこいよ。おー、なんだ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 、おー。おー、何やってんだ、お前。悔しかったら追いかけてこないのか？あ、悔しく、別に悔しくはねえけど、お前何やってんだよ。別に猫カフェで買い物してて何が悪いんだ。いや、別に悪かねえけど。そこのパトカー、あ、じゃねえ、白バイ邪魔だったから。はぁ、てめえ、お前、ふざけんじゃねえぞ、おい、こら。おい、こら。おい、おまがりさんの、そのバイクで追いかけてみてくださいよ。あ、追いかける、そんなこと言われなくてもな、追いかけるに決まってんだろ。あいつ、ガソリンが少ねえな。タイヤ割れてんな、タイヤ割られてんな、やりやがったなあいつら。やったな。おお、おるな、おるな、おるな。運転が下手くそだな。 おい、お前タイヤやったな。おい、お前タイヤやっただろ。運転がすごい下手くそだな。おい、タイヤやったな、お前な。あ、お前な。やったかどうか。やっただろ、絶対タイヤ。バンダーマン、お前だろ、お前しかいないんだ、タイヤ。お前しかいないからだ。証拠あるのか、証拠。お前が突き飛ばしたタイヤ。え？パトカー、お前これ、ポリスバイク突き飛ばしただろ。いや、蹴っ飛ばしたぞ。蹴っ飛ばした、割れたんだお前それで。もう走れねえんだこれ。もうおもちゃのバイク。おもちゃ。おお、待て待て、お前蹴っただけでパンクすんのか。あ、お前ほんとやりやがったな、お前これ。蹴っただけでパンクすんのか、そのこれ。やってるな、お前これちゃんと。いや、何をだ。もうパンクさせてんだろ。いや、私蹴っぱくっただけだぞ。なあ、あの、とある男がな、出入りつって白バイ蹴ったとき、同行法切ってたからな、俺。ああ、そうか、じゃあ切れるもんなら切ってみろ、乗ろう。お前、待て、無理なんだ、これ、追いかけれねえんだ、おい。おい。あ、社長。なんだ。バンダーマンが警察署に来るらしいです。どうした？おー、馬ゴリラか。なんだ、バンダーマン。自首しに来た。お前、どう、自首？ああ、そうだ。本来だったら捕まるはずだったということで清算しに来た。そうだな。ああ、わかった。じゃあ、だからただなんかそんなな、何もないのに捕まえるのはちょっとなんかちょっと微妙だろ。だからこういうこと。お前こ。やってくれたら。すまんな。手癖が悪くてな。お前覚えておけよ。ちゃんとやってるか、刑務作業。おぉ、来た。やっとる、やっとる。場所を、わざわざ監視しに来たのか。いや、お前がちゃんと働いてるかなと思ってな。ここはお前にとって馴染みの場所だろう。そうだ。だから、なんだ、おいおいおい。おい。どうした？なんで、いざか。なんで一発ノックアウトなんだ。もうしょうがねえな、もうこれは。もう対戦決定するしかねえか、俺とバンダーマン。ああ、そうしてくれ。刑務所内ですか。もう切れちまったよ、いよいよ。あいつでもいいよ。じゃあここ試合決定で。もう絶対許す。あいつはもう個人的遺恨の最高傑作にしてやる。そうそうそう、ボコボコにしてやるからよ。あ、じゃあバンダーマンに電話しますわ、今。あ、いいぞいいぞ、しなくていい。わかった、じゃあボクシングリングにあいつに来いって言っといてくれ、じゃあ。わかった。おお、試合決定だよ、もう。行ってやろうじゃねえか。ああ。まあでも今度お前がな、俺に会った時はこのノズルのアイアンより硬い俺の拳がお前の顔面にヒットするかもしれんからな。ああ、そんな遅い拳はハエも止まりそうだから私にはきっと当たらないだろうな。お前が遅く見えてんじゃなくて早すぎて遅く見えてんだよ。それは体感の話だから私からしたらそれは見えている見えていないではない。避けてみろよ。一発でも当たったらお前が遅すぎるってことになるからな。そう
うだな、その前に私のパンチが3発お前に当たるだろう。あ、そうか、全部避けてやるよ。だってお前のパンチも遅すぎるからな。あ、お前は私のパンチを避ける前、お前が殴ろうとしてる時に私のパンチがもう3回お前に当たってるぞ。いや、お前がその殴ろうとして3回打ってる間に俺はもう3回打ってるからな、お前にパンチを。お前は本当に面白い男だな、顔だけじゃなくて。お前も本当に面白いな。面白いのは本当にお前のも冗談だけにしといてくれよ。お前自体が冗談みたいなやつだから。本当にお前の顔はシワだらけで顔可愛い顔してるな。赤ちゃん、そういうお前も俺と変わらんからな。大して赤ちゃんぐらいシワシワだな。終わらないからもう終わらないから。まあしょうがない。もうこの辺にしといてやるよ。じゃこの辺にしといてやるぞ。いや、この辺にしといてやるのは俺だから。いや、わかりってはもうもういいから。どっちも売り言葉に変えもん。うまうま、楽しかったぞ。また会おうな。待たせたな。ああ、なんだそりゃ。お前にな、怒り浸透で頭がド発電になっちまったよ。ああ、そうか、赤くなるんだな。そうだ。おお、そうかそうか。頭に血が上っちまって。まさに真っ赤っかだな。ああ、そうだ。そうかそうか。いいじゃねえか、紅白で。どうする？何ラウンドだ？何ラウンド？何ラウンドでやるんだ？ラウンド制なのか。まあまあ、別に3回やってでもいいぞ。3本、2本選手か。うん、いいぞ、それでも。ああ、わかった。せっかくだから1試合で終わってしまうのはもったいないだろう。ああ、そうか、いいだろう。ああ。ま、お前のパンチがわしに当たればな。あれ、まだ当ててやるさ。ああ、ハエが止まらんといいがな。お前はそのハエでも食ってろ。ハエが止まっとるということになるぞ、そうすると。ああ、だからお前そのハエでも食ってろ。その後に重い拳をお前の顔面に叩き込んでやるからな。いやいや、そのハエがお前の拳に止まってたらもうそのパンチはわしにはもう見えるから当たらんぞ。いや、って言ってるだろ。でもこれが当たるんだよ。不思議だよな。なんでだろうな。当たっちまうんだよ。なんでだ。ハエが止まるぐらい遅いパンチなのにか。お前がハエが止まるパンチを避けれるほどのスピードもないからだ。ああ、そうか。ああ、二人勝てていくらでやんの。いくらがいいんだ。金じゃないだろ、これは。金じゃないのか。これは己の男をかけた勝負だろ。いやいやいや、失うものはないとダメでしょ。82万だ。じゃあ82万で勝負しよう。ああ、わかった。82万で勝負しよう。でも3試合損でしょ。うん。じゃあ30…8万あげるから30万やな。ああ、わかった。30、30、30だ。うん、ああ、そうか、わかった。いいぞ。ああ。じゃあ、勝った金額は全部、うちのレイラに、この子に、払ってやってくれ。ちょっとおっさん黙ってる。どうした？82万はいらないです。ああ、そっか。確かにそうだな。いらないってさ。ああ、もう怒って頭が湧いちまったよ。ああ、どうしてくれんだこれ。沸騰しまった。お、なるほどな。くそ、なんだそれ。何やってんの。まあ、何やってんの。お、やるな。やめんなよ、おい。こいつ。あれ、え、なんでなんでなんで。場外出たぞ、ちょっと。負けってことじゃない。くそ。しっこ漏れてる。しっこ漏れてないぞ。まあ、1本目はしょうがねえな。1本目はしょうがねえよ。あれは怖い。よし。今下駄はやばいぞ。危険選手だったな、そういえばな。おじさんやれ。おどこへ行こうと言うんだ。おい、出てんじゃねえぞ、バンダーマン、お前。出てねえぞ。出てねえぞ。おっしゃー。やるじゃない。もういい
ああ1対1だ。1対1だ。さあこれで泣いても笑ってもバンダーマン決着つけようじゃねえか。見とけよ。変なおじさん頑張って。変なおじさんじゃない、ジャックバウアーだ。おもらしバウアー頑張って。ではやろうか。ああかかってこい。くそ、なんで。なんで。なんでだ。あ、どうだ。ちょっとあるか。どこ？バオジさん行け。くそ。なんでだ。話にならん。じゃあな。くそー。